こんばんは、金利館通りの藤村です。今日は基本でありの宅配店に面接に行った時というお話をしたいと思います。宅配系のお店では本来禁止事項なはずのドッキング行為なんですが、男性側からの交渉だったり、女の子側からのお小遣い稼ぎ目的での交渉があったりと、2人だけの空間で他人の目がないからとはいえ、まあ法律的に問題のあるこういったやり取りが切っても切れない現実というのはあります。そんな中でもお店容認で基本的にそれがありという前提のお店があるかというと、あります。いわゆる裏 FZ というものですが、そういうのってものすごくアングラな感じで普通の人の目には触れないようなところにあるものだろうって藤村は長年思ってたんですね。でも実際は公式サイトでも求人サイトでも普通のお店と何も変わらない感じの雰囲気だったので、藤村はそうとは知らずに面接に行ったことがあります。今回はその時の経験をお話ししていきますね。これは思い出話としては比較的新しい方で、数年前の話です。当時の藤村は業界生活としてはかなり終盤の方で、なんというかお風呂屋さんでのルーチンワークにどっぷり慣れてしまっていて、たまには何か違った刺激が欲しいなって思ってました。とはいえお店を移籍するのは面倒なので、そうだ、気分転換に週1くらいで宅配系のお店でバイトしてみようかなって思い立ったわけです。もともとお風呂屋さんを始める前に宅配系のお仕事をしばらくしてみたことはあったんですが、その時はインサートの強要だったり交渉だったりを持ちかけられるのが嫌で、やめてお風呂屋に移ったわけなんですが、もうそれからだいぶ月日も経ってるし、お風呂屋さんでの豊富な経験をしている今だったら、また昔とは違った感じでそういう強要もさらっとスマートにかわせるんじゃないかっていう変な自信もあったんですね。何にしろ毎日のように同じお店に出勤して、同じお部屋でずっと接客するっていう変わり映えのない毎日にちょっとだけ変化が欲しかっただけなんですが、それなら何か普通のバイトだったりただの趣味でも始めるっていう選択肢ももちろんありますよね。ただ藤村の性格上、暇つぶしでも何でもなるべくお金につなげたい性分なので、それが宅配系で働いてみたいってなったわけです。それで近場でどこかいいところがないかと、男性向けのそういうサイトで宅配系のお店を探してみることにしました。女の子向けの求人サイトはだいたい都合の良すぎることしか書いてないので、お仕事を探すときはこうして男性向けのサイトで探した方が内容や価格設定がわかりやすいです。ひとまず候補として選んだお店は、その地域の宅配系のお店の中では若干価格設定が高めで、女の子の年齢層や雰囲気も落ち着いている感じでした。基本的に宅配系ってお風呂屋さんよりも女の子の年齢層が若いので、あんまりギャルギャルしたお店だと藤村は浮いちゃうし、かといって人妻系や熟女店は内容がハードになりがちだから、間を取って落ち着いたお姉さん系がいいなと思って選んだんですね。それでお店に電話をして、今最寄りの駅にいますって伝えると、今から来てくださいって言われて、そのまま指定された場所に向かいました。お風呂屋さんの面接は割と何日の何時に来てくださいっていう感じで前もって日時を決めることが多いんですが、宅配系は今から来てくださいっていう感じで割とカジュアルにいつでも受け付けているという感じです。店舗型みたいにお客様の出入りや接客があるわけでもないから、比較的宅配系の男性スタッフは突発的な面接にも対応しやすいのかもしれないですね。で、指定された場所についてまた電話をすると、今日の服装や特徴を聞かれてそのまま待つという流れです。これでスタッフの男性が声をかけてきて事務所に連れて行かれるんですが、結構 FZ 店はこの流れが多いです。こうして服装を聞いておくことで、もしかしたら先に遠目で顔や体型をチェックされて、お店の基準以下っていう判断をされたら、そのまま電話か何かで断られて事務所まで行くこともないのかもしれないんですが、幸いそういった経験はなかったです。
ひとまずついていくと、大人なホテルが立ち並ぶ中をちょっと抜けたあたりの雑居ビルに案内されて、事務所のドアを開けると、昼間の時間だったからか、女の子が 4,5 人中で暇そうに待機をしていました。それで失礼しますって言いながら、女の子たちの脇を通り過ぎて、裏の男性スタッフの事務作業の部屋みたいなところに案内されるわけなんですが、そこのソファーに座ると、店長っぽい人が開口一番に、分かってると思うけど、うち本番店だよって言うんです。その時に一瞬で、ちょっと相場より高めなのに、待機室で見た女の子たちがお姉さんを通り越して割と熟女系だった違和感に合点がいきました。この業界、料金が高いということは、女の子の外見レベルが高いか、または内容がハードかのどちらかということなんですね。びっくりした藤村はその場で、いや全然知らなかったですって言うと、何々流って言って、この辺の地域はそういうお店が多いんだよって親切にその店長さんが教えてくれました。この何々には都内の地名が入るんですが、知ってる方もそうじゃない方も、一応そこはイニシャルの頭文字を出す程度にして、はっきりと地名をコメント欄に書くというのは控えていただけると助かります。まあ気になるという方はですね、ちょっとそれっぽいワードで検索をしていただければ、ネットでそういった情報も結構出てきます。こういった基本でありみたいな結構やばいお店、いわゆる違法店になるかと思うんですが、そこで説明されたお店のシステム自体は至って普通の宅配系と変わらなくて、ホームページの雰囲気も待機室の雰囲気も別に普通というのがかえって驚きでした。手取りとしてはお風呂屋さんの格安店と時間単価が同じくらいだったので、内容を考えたらお風呂屋さんの格安店よりは女の子の体力的な負担は少ないんじゃないかと思います。ただ摘発みたいなリスクを考えた時に、そのリスク分に見合ったリターンがあるかというと、ちょっとないなと思ったので、結局そのお店では体験入店もしないでそのまま帰ることにしました。その後他の宅配系のお店を探したのかというと、なんだか結局この一件で宅配系はお風呂屋と違ってよくわかんないなって思ってしまったので、めんどくさくなってそのまま気分転換に宅配系でバイトをしたいという気持ちは収まってしまいました。はい、というわけで今回は基本でありの宅配店に面接に行った時のお話をしてきました。宅配系のお店でのドッキングの強要や交渉問題ですが、私はしないって決めてる子にとっては、交渉を持ちかけられること自体が大きなストレスでもあります。ただこういった基本でありみたいなお店の存在だったり、指名を取るためや手抜きをするためや追加のお小遣いのために受け入れる女の子の存在がある限りは、お客様側の男性もできる子がいるんだから言ってみた方が得っていう考えになるのは仕方ないかと思います。強要とか交渉がなくなれば、もっと宅配系も働きやすいのにっていう女の子もいっぱいいるんですが、まずはお店側や女の子側が業界全体で絶対にそういうことはしませんという姿勢にならない限りは、そういった現状は変わらないんだと思います。それでは今日はこの辺で、お上がりなさいませ。